い、次です、はい、ふりかけさんです。花江さんが、うん、またさくらさんの誕生日プレゼントを持ってくるのを忘れたようにしたのは我じゃ。あーお前か、くそー、 あれまたか。2月5日ですか。2月5日でしょ。2月5日まだ早いよ。いや待て、終わってるわ何週すんだよ。ええ1年一周する気か。今日はまだ2月5日じゃないもん。1月ですまだ。収録日的にはね。わかった、わかった、わかった、わかってる、わかってる。何がわかってんの。安心してよ。え、とっておきのあるから。ほんと、わかるよね。もうなん、いや違うの。だからアヤネルとはここだけじゃないから。まあまあ、でしょでしょ。それは寂しい。その言い方もまた寂しいな。現場がさ、まあ確かにな。そうよ、だそういう、うん、あるのよ。あんの。うん、計算づくの。ちなみに何が欲しいとかあるの。まだ、あ、これからじゃん。これからじゃん。なあ、ないよ。わかんないよ。ちなみに、ちなみに、わかんない。なんか何欲しいとか聞かれてわかんない、うん、なんか奥さんと一緒に選んでよ。そうだから奥さんのセンスに任せるよ。うん、うん、そうそうして、うん、で一緒にこうちょっと選んどくね。うんうん、私も奥さんのセンスでちょっとプレゼント欲しいな、うん、でしょ。俺のセンスよりも。いやいや、いいけど、いいけどさ。俺だって変なのあげるよ。調味料とかさ。調味料いいじゃん。いいじゃん。いいじゃん、調味料。ふりかけとかあげる。これもペンネームから取ってるだろ、絶対。ふりかけさんのメールだからでしょ。そう。いや、ちょっと楽しみにしてるから。私もまた双子にプレゼント買っちゃったからさ。海水、海水何の日なんだよ。今度私に行きます。ハーフバースで。そうです。はい、以上じゃ、はい、我は全知の神であった。